こいつらさえなくなればもっと楽に脱出できるもの。ああ、なんとかして取り除ければいいからな。そうだ、確かこいつらには弱点があったはずだ。誰かが話していた気がするんだが、すまない、覚えてないな。分かった、サボテンは必ず俺たちが何とかする。ああ頼む。そうだ、これを渡しておこう。少しでも役に立つといいのだが。
この中に人間が入っているのか。Thank you.
殺さないでくれ。落ち着け。俺は人間だ。調査隊だ。調査隊？ああ、早く甲板に行け。避難するんだ。
Thank you.
やめろ。調査隊のイーグルフェザー軍曹だ。調査隊？救助か。ああ、君は甲板に避難してくれ。分かった。そうだ、パイロットのロバート・イーグル・フェザーを知らないか。知ってるぜ。部屋が隣だからな。奴を探してんのか。ああ、弟なんだ。そうか、ロバートの兄貴か。奴は仲間を助けに行ったきり戻ってこねえ。奴のことだ。生き延びてるに違いねえと思うが、無事会えることを祈ってるぜ。ありがとう。さあ、早く避難するんだ。なった。じゃあ、俺は甲板に向かう。そうだ、その辺に通信機用のバッテリーがあるはずだ。修理をした時に抜いてそのままにしちまったんだ。修理は終わってる。バッテリーを入れれば使えるはずだ。持って行ったもん。それからこれも渡しておく。いくらあっても困るもんじゃねえからな。ああ、助かる。こちらジャック。4層の外装化兵器の解除は成功したぜ。そうですか。では自分も4層へ向かいます。隊長から各駅が開き次第4層へ入れとの指示がありましたので。ちょっと待て、俺は今4層にいるんだが、内部の各駅が開かなくて行き詰まってる。ロックを解除しないうちは来ても無駄だ。これは隊長にも通信で伝えてある。この層の各駅は3層のセキュリティルームで管理しているはずだ。ジャック、セキュリティルームへ向かってくれ。わかりました。頼んだぞ。俺はそれまでもう少しこの辺りを調べる。Thank you.
イーグルフェザーの人たちが敵のマリング将尉。マリング将尉、ご無事だったんですね。将尉、どうかなさったんですか。電波状況が悪くてよく聞き取れません。隊長、マリング少尉から通信が入りました。何？そうか、無事だったか。今、少尉はどこにいるんだ。それが、電波状況が悪く、詳しい話をする前に切れてしまった。そうか。しかし、無事が確認できてよかった。俺も何度か少尉にアクセスしたんだが、繋がらなかったんだ。今度連絡が取れたら、こちらに合流するように伝えてくれ。わかりました。ラングから、お前がセキュリティールームへ向かったと報告があったから。はい、セキュリティールームはこの層にあるはずなのですが、まだ発見できていません。そうか。至る所にサボテンが繁殖しているからな。扉がサボテンに覆われて見えないのかもしれない。周囲の状況をよく確認しながら引き続き捜索を続けてくれ。わかりました。では自分は調査に戻ります。Thank you.